カズマックスさん、どれぐらいのっていうと、大体そのまあ日入りで最高3億円獲得したことあります。利益ベースで1日に3億円、1日で利確額が3億円、仮想通貨です。しかもそれどういう風にしたら、それはですね、2月ぐらいにすごく仮想通貨ボラティリティ、要は変動幅がある時期がありまして、そのボラティリティにうまく波を乗ってですね、そのチャートはどのような軌跡を描いていくかっていうのをツイッター上で全部先出しで、ここまで行きます、ここまで行きます、ここです、それが全部当たってですね、結構。ああそう、はい、それで、まあ、最高日入り3億円、はい、山本さんはこれまでの経験から言っと、私ちょっと20年ほど機関投資家 のファンドマネージャーをしておりましたので、何百億っていうお金をちょっとファンドで運用して、これだからそうだもん、個人じゃないですか、機関投資です、ね、なのでちょっと20年累計でだとお客さんには1000億円ぐらいは増やしたかなと思ってます。1000億円ですか。はい、1000億円を、ただこれはまあ自分のお金じゃないのでお預かりしたお金を運用して、そうです、はい、美咲さんはどれぐらいのお金をこれまで。仮想通貨でいうと、僕はICO によく投資をしてたんですよ、で日本円で5億円分ぐらい投資をしました。5億円を投資した。そうです、そうです、はい、そして、その1ヶ月2ヶ月後ですね、投資をしてから1ヶ月2ヶ月後に すぐ上場して、なんとその値段がですね、評価額が約50億円になりました。10倍、はい、10倍になって、まあだから45億円儲かりましたよね。うわ、まあ、大喜びしたんですけど、まあ昨今のこの急激な下落によりですね、今では元に戻ってですね、あーそうバーンと上がって、そうです、そうです、うわすごいな、すごい、やった、戻った、戻ったですね、だからまあプラマイはゼロですけども、そうです、はい、それは今国税庁の顔を思い浮かべながら話しているわけじゃない、いや、そうです、はい、だから本当に、いやでも本当これ後でお 話させてもらいたいんですけど、利確しようと思ったんですよ、利確で、はい、売ろうと、もう50億になったしいいなと思ったけど、やっぱり換金しようと、累進課税とか雑所得での課税になってしまうので、約半分近くが税金で取られてしまうので、まあ、ちょっと躊躇してしまってですね、元に戻ってしまったっていう経緯があるので、そうか、まあ、半分取られてでもね、利確しとけばよかったんですけどね、なるほど、半分持ってかれるんだったらまだ頑張ろうかなと思っちゃったんですよね。今ね、利益確定の話、税率の話ありましたけれども、はい、藤巻さん、はい、まあ、後ほど、まあ、日本の税制の仕組みとかお伺いします、はいはいはい、その前に藤巻さんもいろいろお金に関してはもういろいろな、もう波もあったでしょう、大きな額動かしてきたわけですから、はい、いかがですか。まあ、大きい額動かしたって言いましても、まあ、会社の金ですけど、まあ、一応 JP モルガンでは世界中で一番儲け頭でしたから、ずっと、まあ、それなりに儲けてましたし、だってただね、うん、世界中にトレーダーがいるわけですね。そうですね、その中でですね、そうですね、いくら儲けたっていうのはこれやるとしらけるんですよ、うん、いくら損したって話は盛り上がるんですけどねあんまりこうじゃあ伺いたいです、はい、いくら損したんですかだけどまあ50億はそれなりにしょっちゅう負けてましたよね。あ、そうです。でもまあそれ取り返してましたからね、そうしないと生きてられませんからね。で、はい、手元の資料によると、お15年間、モルガン時代の15年間は14勝1分け、はい、でこの1分けというのが今該当するような部分、いや、もっと大きく負けたのがありまして、まあ、そこは言えません、まあ、今あえてね、負けの話も少ししてくださいましたけれども、何をもって先ほどのお話につながりますけれども、投資対象と判別をできるんですかね。で、私がトレード、まあ、15年間 JP モルガンで100を儲けたとすると、102が長期的な観点から儲けたんです。で、あと2をね、損を、短期トレーディングで損をして出来上がりが100なんですよ。で、なぜそれだったら短期的なトレーディングをするかっていうと、まあ、私はやっぱり大きい勝負をしてるとやっぱりアドレナリンが出ないと怖くて手が出ないんですよね。だから絶えずアドレナリンを出すために、それからやっぱり絶えずマーケットとコンタクトしないと情報から乖離しちゃいますから、その意味で負けることを承知で短期のトレーディングはしてましたよね。そうか、じゃあいろんなこう自分のこう体感値をいろいろ上げていくためにも、そうそう、流れの速いフロアのところに身を置きながら、そうですよね、遠くを見て、そう、うわ、まあ、日々の筋トレみたいな感じもありますよね。苦しいですけどね、うん、ただね、やっぱりマーケットで勝つためにやっぱり 0.5 歩先というのが重要で、 0.5 歩は負けても1歩先にも負けちゃうわけですよ。そうか、 0.5 歩先、人より先というかマーケットより先にするというためにはね、やっぱりかなりのアドレナリンが出ることも必要だし、かなりの情報収集力も必要だし、自分で考えるということが非常に、一番自分で考えるのが重要かな。桁違いな金額のお話を伺ったところで、今回のテーマ、
はい、本日のテーマはこちらです。投資として仮想通貨ってどう？投資の世界に突如として現れ、国内外で話題を集めた仮想通貨ですが、2017年には国内でも CM、テレビ CM などがどんどん放送されて、仮想通貨の市場は大いに盛り上がりました。まあ、ところがあっという間にバブルが弾けて事件なども相次ぎ、仮想通貨の信用は今日本国内においてはかなり低調になってしまったんじゃないかなと思うんですね。仮想通貨じゃあ一体将来どうなるのか、投資対象としては見るべきなのか見ないべきか伺ってみましょう。